イシククル州は、キルギスの州。州都はカラコルで、北から半時計回りに、カザフスタンのアルマトイ州、チュイ州、ナルイン州、中国の新疆ウイグル自治区と接する。イシク,クルの日の入りテルス系山地のアラクル州北部に、東西に細長いイシク,クルがあり、湖の北側に、キュンゲー山地、南側に、テルス系山地が連なる。南部には山あいに、ジャイルーが点在する。 ハンテングリをはじめとする高い山々は、東端部に位置する。また、州の東部と東南部は中華人民共和国、新疆をウイグル自治区に接している。人口は、石くくるのほとりに集中しており、西端に悪い口、東端にカラコルの町がある。2009年の時点で、町が3つと、都市型集落が5つ、村が175ある。同年の人口。 住宅国勢調査に基づく現在人口は425,116人、常住人口は438,389人である。データは2009年の国勢調査による。首都ビシュケクから悪い口まで鉄道が通じる。主要幹線の A365 号線もビシュケクから悪い口を経て、ナルイン州を突っ切り、中国国境のトルガルと峠に至る。 A363 号線はイシククルを一周し、A362 号線はイシククルの東端からカザフスタンに伸びる。イシククル湖畔からキュンゲイ山地に広がる、高原インフラの未整備や国水主義者と独立派との確執があるため、この地方がアルプス山麓やコロラド州のような一大観光地になれる可能性は低い。2008年12月にも双方の間で、 武力衝突が起き、市民39人が死亡した。今のところ、観光客のほとんどは、地元の人々で占められる。タムチ村内のモスクイシククル州は、下記のご地区からなる。ありがとうございます。